水岡俊一君。 立憲民主社民の水岡俊一です会派を代表して菅総理の所信表明に対し質問をいたします議場の皆様はもとよりテレビラジオで中継を聞いておられる方々にご理解いただけるよう分かりやすい質問に努めてまいりますですので総理もぜひ明快でご丁寧な答弁をお願いをいたしますさて所信に対する 質疑に入る前に、一つお尋ねをいたします。昨日、ある建設会社の高速道路手抜き工事疑惑が報じられていました。報道によりますと、農水副大臣である宮内秀樹衆議院議員は、NEXCO 中日本の職員を議員会館に呼び出し、国交省の担当者同席で、NEXCO が当該企業へパワハラを行ったとして謝罪させ、 ネクスコの担当者を変更すすることとも合意させたと言います国交省、ネクスコともに議員会館での面談の事実は認めているようです。これがもし事実であるならば、悠々しき事態です。国交省、そして国交省所管の特殊会社ネクスコは、当該企業の陰に宮内副大臣とその派閥を意識するあまり、 過剰に対応しているるとのの見方もあるようですそこで最初の質問ですすそこ最初質問宮内農水副大臣を任命されたのは菅総理ですが、副大臣の一連の対応は問題ないとお考えですか。国土交通大臣、現時点で話題の手抜き工事は事実かどうか判明していますか。また今後、調査するおつもりはありますか、お答えください。それでは、所信に対する質問に入ります。 総理、7月以降、自殺者が増加しています。前年同月と比べて、7月から9月まで、軒並み増加しており、特に女性の自殺者は深刻な状況で、7月は96人、8月は196人、9月は139人の増加となっています。そこで2つ目の質問です。政府は自殺が増えている現状、 特に女性の自殺が増えていることをどのように分析しているのか、また今後どのような対策をお考えか、総理、お答えください。シングルマザーを中心としたひとり親世帯の貧困率は48.1%です。パートナーと離別、死別を経験しただけで、約半数の世帯が子どもを抱えて貧困に陥っているという事実が、 私たちの目の前にあります。全政権下において、子どもの貧困対策は進んでおらず、相変わらず約7人に1人の子どもが貧困状態にある、これが日本という国の現状です。ひとり親世帯を支援するため、第2次補正予算によって、ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されましたが、それも1回限りの給付に過ぎませんでした。一方で 立憲民主党など野党は、児童扶養手当受給者に対して半年の間、臨時特別給付金を支給するコロナ困窮子ども支援法案を提出しています。ひとり親世帯の実態を踏まえれば、一回限りの給付では不十分であり、追加の給付金の支給が必要です。そこで質問3です。総理は、ひとり親世帯の生活の実態について、どのように認識されているのか、 そして事業の経営悪化や生活困窮がさらに深刻化していく年末に向けて、どのような追加支援策を講じていくのか、お示しください。さらには、子どもの貧困問題に関して、菅政権としての根本的な対策をどのように考えているのか、説明いただきたい。コロナ禍の影響で大小問わず飲食店が 休業業や営業時間の短縮を余儀なくされま,したまた、2020年3枚の需給緩和も高まっており、来年の需給の不安の声もあります。農林水産業は国民の食の安心を確保する要であり、そこに従事する方々を支えていかなければなりません。私たちが法案として提案をしている、米を含む農業者個別所得保障制度のように、安全装置としての 直接支払いいい制度を組み合わせてて推進していくここととが重要だと思いますすそでで質問4ですコロナ禍で食料品の需給事情が変化する中、農家をはじめとする生産者をどのように支えるつもりか、総理にお聞きします。所信表明で、教育は国の、国の礎ですと総理はおっしゃった。そのとおりと申し上げたいところでしたが、総理はその後に、 デジタル社会にふさわしい新しい学びを実現すると述べただけで教育に対する熱意は何も伝わってきませんでした総理は秋田の地で高校まで学ばれて上京されたと聞きました教員出身の私としては公立の小中高で学んだ総理がこの国の高教育の本質を高めることに大きな力を発揮してくれるのではないかと本当は 期待をしたいのであります学校には様々な家庭環境で育ちいろんな特徴を持つ子どもたちが学んでいます一人一人の子どもたちに目を配り心や体の健康状態を気にかけ学習の進度に心を砕く教職員がいます四十人の子どもたちそれぞれに十分な指導やケアができたかと日々悩みながら頑張っている教職員たちです 総理はご自分の経験からして、公教育とは決して一斉に、一律に、効率的に行えるものではないということをご理解されているはずです。そこで質問5です。総理は日本の教育はどうあるべきだとお考えですか。そして総理のおっしゃるデジタル社会にふさわしい新しい学びとは、一体どんな学びなのか、明確に示してください。文部科学大臣 このことが文科省の求める少人数学級の推進や、多様な子どもたちに対する教育とどう結びつくかを示してください。続いて質問6です。コロナ禍において、IT 端末の普及は確かに支援策に違いないのですが、実際には運用面やオンライン教材の作成など、大きな負担にもなりかねません。総理はその認識をお持ちですか。ご認識があるということであれば、 今後のの対応策をどのようにお考えですか総理、国の礎である教育を揺るがす事態が近年、顕著になっていることをご存知でしょうか。教員の志願者が大幅に減っていることから、教員採用試験の倍率が大きく下がるという状況が全国各地で起こっています。小学校教員の採用倍率がなんと1.2倍という県もあります。 志願者うの背景には、教員の過重労働が日常化し、学校は危険な職場というイメージが広がっていることがあります。各種の実態調査で、過労死ラインを超えて、手当のない残業を強いられる教職員が多くいると報告されています。特にコロナ禍のもと、校内の消毒作業や、膨大な量の課題プリント作成、オンライン授業の準備、 部活動などで週に16時間、持ち帰り仕事も含めると、21.5時間のただ働き超過勤務がある状況です。労働基準法違反は明らかです。実際に過労死した教職員をたくさん知っています。そこで質問7です。過労死の危険性を伴うほどの激務である教育現場について、総理はどうお考えですか。 また、医療従事者の医療金交付事業にない、教育機関や教職員への何らかの支援をしてはどうかとの意見がありますが、総理の見解をお聞かせください。総理は所信表明演説において、多様性につ,については一言も触れませんでした。多様性について関心がないとすれば、極めて残念なことですし、 一国のリーダーとしてはその資質が疑われます。多様性を尊重し、共生社会を実現することはもはや世界の常識だからです。学術会議の会員任命に関する言い訳に多様性を使うのはやめていただきたい。全国で同性同士など、性的マイノリティのカップルをパートナーとして認証する取り組みが進められており、 私の知るところ、現在、61自治体、人口規模で30%をカバーするまでになりました。しかし一方で、婚姻の平等を求める訴訟が全国各地で起こされています。原告の皆さんは、パートナーが亡くなるとき、手を握ることさえ許されないかもしれないと訴えているのです。世界に目を向ければ、同性同士のパートナーシップに法的な保障がないのは、G7 ・ 7カ国で日本だけとなりましたそこで質問8です同性婚について総理はどうお考えですかまた次回の国勢調査から同性カップルの数を調査すべきと考えますがいかがですかもしこれらに取り組まないとすればその理由をお答えください次に LGBT の子どもたちへの人権保障についてお伺いをします LGBT は 人口の約8%という調査結果がありこれを前提とすると学校の一クラスに少なくとも1人から2人は LGBT の子どもがいることになりますある調査では約6割の LGBT 当事者が学校でいじめを経験していますとても高い比率であり重大な問題ですまた社会的には先日の 足立区区議会議員の差別発言に見られるように間違った認識で人権侵害を引き起こす事態が後を絶ちませんそこで質問9です学校で多様な性のあり方について学習,学習する機会を保障し正しい情報を子どもたちに提供すべきと考えますがご所見をお聞かせください安倍政権の方針で 外国人労働者の受け入れを拡大し、今や様々な現場で、外国人労働者が欠かせない存在となっています。しかし、新型コロナウイルス感染症が拡大すると、日本人と同じく生活区に陥る外国人労働者が出ました。様々な事情で母国に帰れない人もいます。このような時こそ、 迎え入れた外国人労働者や留学生を置き去りにしない対策が必要ででですすそこで質問中です菅政権は日本にいる外国人労働者、留学生等に対して、どのような方針をお持ちですか、また、どのように彼らの生活や人権を守っていく方針ですか。菅総理は官房長官だった今年の7月、自らのブログに内閣官房長官は、 政政政府のののアアイイヌヌ策策推進本部長ででありアイヌ政策の責任者すすと記していますその菅総理が、アイヌ政策推進会議の座長として、尽力されたアイヌ施策推進法が昨年5月に施行されました。同法は、アイヌ民族が民族としての誇りを持ち、その誇りが尊重される社会の実現を図ることを目的としています。しかしか 洞窟などで違法に収集されたアイヌ民族の遺骨がいまだに各大学および総理も視察をされた民族共生象徴空間、ウポポイに留置されています。アイヌ民族に返還、再埋葬されるべき遺骨が今も研究利用されていようとしているのです。そこでで質問11ですアイヌ政策のの責責任任者者だった菅総理今度は国の責任者として こうした民族の誇りを踏みにじる行為を止めるべきではないですか見解を明らかにしてください菅義偉衆議院議員が総理に就任された今年2020年はくしくも戦後75年にあたります総理が初心でその戦後75年について言及されなかったことは多くの国民が理解に苦しんでいると思いますこの夏は 戦争を体験された方々のお話が新聞やテレビでもかなり広く報じられました。韓国との関係の問題だけでなく、遺骨収集や民間空襲被害者、戦災孤児のことなども取り上げられていました。遺骨収集については、厚生労働省がシベリアなどで収集遺骨を多数取り違え、12年間もその事実を隠蔽していたことが判明し、昨年大きな話題になりました。 また、今年は遺骨の調査にも、収集や墓参りにも行けない状態が続いています。75年経っても戦争の傷が癒されず、さまざまな不条理や差別を負わされたまま、負わされたままの方々の訴えがあなたの耳に届いているはずです。違いますか。そうした方々を救済する法案も有志の議員らで準備されていますが、当事者の方々は90歳を超え、ご遺族も 高齢化し早急な措置を心より待ちののの待ち望んでででおられますすそこで質問12です総理、あなたは遺骨の収集や墓参りについて、ロシアをはじめ関係国と協議するよう指示しているのでしょうか。また、戦後75年、なお未解決の戦後保障問題に対して、総理としてどのような姿勢で向き合うおつもりか、しっかりお答えをいただきたい。 私は先日、辺野古基地建設現場を視察してきました。珊瑚礁が見える透明度の高い海、無残にも自然を破壊する埋め立て、ジュゴンが発見された場所、埋め立て土砂を運搬する船と無数のダンプカーを目の当たりにしてきました。総理は所信で、沖縄の皆さんの心に寄り添いながら取り組みを進めてまいりますとおっしゃった。住民の心に寄り添うということは、住民の不安を 取り除くこととかから始まるのではないかと私,は思うのです私は今月19日に沖縄県選出議員と一緒に、国会議員11名で沖縄防衛局を訪問し、埋め立てに関する問題点などについて説明を受けようとしました。ところがあらかじめ連絡調整していたにもかかわらず、責任者である防衛局長は行方不明。 自席の立場の職員は会いたくないと面会を拒否このような信じられない沖縄防衛局の対応に非常におと驚いたと同時にこれでは沖縄の方々の不安を取り除くことは到底無理ではないかと感じましたそこで質問13です総理は最高指揮官となられた今日国民並びに国会議員に対する防衛省の対応方針を これれまでとは変更さたたたのかお答えいいだきたい防衛大臣には、沖縄防衛局の全責任を負う立場の防衛局長が、正当な理由なく、勤務時間に居場所を明確にしないなどの対応は、防衛省の幹部職員として許される行為なのか、見解をお聞きします。政府による差別的な扱いや人権侵害 あるいはこれらを放置する扱いは、枚挙にいとまがありません。例えば、コロナ禍における持続化給付金の支給対象から、性風俗店を除外する扱い、ジェンダーギャップ指数121位に象徴される女性差別、学校におけるいじめ、朝鮮学校に対する就学支援金の差別、今なお根深いブラック差別、入管施設における人権侵害、 不妊手術を強制された障害者への極めて不十分な救済など、こうした不合理な差別、人権侵害が解決しない要因の一つに、人権侵害救済のための日本の法制度が不十分だということがあります。自国の救済機関では、権利が回復されない場合に、人権条約機関に直接救済の申し立てができる個人通報制度を 設置している国があります。約150か国で何らかの個人通報制度が導入されており、G7 のうち日本を除くすべての国で導入されています。人権に関する国連の各条約機関が日本に対して導入するよう何度も強く勧告していますが、実現されていません。また、日本には国内人権機関もありません。国内人権機関とは、その国に居住する人であれば、 国籍の有無にかかわらず、侵害された人権の回復を求めていくことのできる公的機関です。1993年に国連総会で決議されたパリ原則によって、幅広い権限独立性を備えた国内人権機関を設立することについて、各条約機関からこれまた繰り返し勧告されています。既に 国連加盟国のうち120カ国以上において設置されていますが、日本にはまだその国内人権機関がありません。そこで質問14です。日本も多くの国が整備している標準的な人権救済の制度を速やかに整備して、誰一人取り残されない社会を実現すべきです。総理の見解をお聞かせください。以上で私の代表質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 菅内閣総理大臣水岡議員にお答えをいたします宮内農林水産大臣に関する報道についてお尋ねがありました報道についての詳細は 承知しておりませんが必要に応じて宮内副大臣本人から説明があるものと考えます自殺の現状と対策についてお尋ねがありました実際者数については昨年まで10年連続で減少し本年に入ってからも減少傾向にあったもののこの7月から増加の傾向が見られ特に女性の自殺者が増加していると承知しています 政府としては、自殺を考えている方に対する電話相談、女性や若者の利用が多い、SNS を活用した相談体制の強化を図ってきているところです。また厚生労働大臣の指定法人において、自殺者数の動向に関する分析を進め,進めているところであり、これらの結果も踏まえ、 速やかに具体的な対策につなげていきたいと思います。一人親家庭への支援など子どもの貧困問題についてお尋ねがありました。一人親家庭については経済的基盤が弱く厳しい状況の中、今般の感染症の影響を受け大きな困難が生じていると思います。こうした点を踏まえ、第二次補正予算により 低所得者のひとり親家庭への臨時特別給付金の支給を実施しております。今後とも、新型コロナウイルスによるひとり親家庭の所得状況や生活実態、社会経済状況の変化を踏まえつつ、ひとり親世帯に対する関係施策の充実に向けた検討を行ってまいります。また、我が国の未来を担うのは子どもたちであり、 子供たちの貧困対策については、昨年11月に改正した大綱に基づき、妊娠・出産からの切れ目のない支援や、生活困窮家庭の親の自立支援など、子供を第一に考えた支援を包括的かつ早期に実施してまいります。コロナ禍における生産者への支援についてお尋ねがありました。新型コロナウイルスの感染拡大により、 農林水産物の需要の減少や価格の低下が発生しましたこれらの影響に対しまずは生産者の事業継続のため給付金や資金繰りなどの支援を行ってきましたその上で麦野菜などの安定的な需要のある作物の生産拡大を図るとともに農地集積や 輸出促進など成長産業化に向けた政策を強化してきています。こうした施策を着実に推薦することにより、生産者をしっかりと支えていきます。日本の教育のあるべき姿についてお尋ねがありました。教育は今後の我が国の社会を担う子どもたちを育むものであり、一人一人の多様な個性や 能力を最大限に伸ばすすものであると考えます特にデータル社会の進展を見据え、一人一台の IT 端末を活用し、オンラインと対面による教育の良さを組み合わせながら、それぞれの子どもに最適な教育を実現することが重要であり、教育再生実行会議において議論を深めているところです。また学校における IT 端末の運用等についてお尋ねがありましたデジタル社会にふさわしい教育を実現する観点から政府としてはすべての小中学生に対して1人1台 IT 端末を導入するなど学校の ICT 環境整備を進めてまいりましたその運用を円滑に進め教員の負担を軽減するため ICT 活用教育アドバイザーなどの 支支援援要員を派遣し支援しているところであります教育現場の現状と教職員への支援についてお尋ねがありました。学校における働き方改革は喫緊の課題であり、教職員定数の改善、外部人材の活用など、総合的な取り組みを進めてまいります。特に新型コロナウイルスへの対応として、教育や 学習指導員、スクールサポートスタッフの増員を図るとともに、感染症対策に要する経費を支援してきています。今後の学校現場の状況を踏まえながら、教育機関や教職員に必要な支援を引き続き行ってまいります。同婚にについてお尋ねがありました現行憲法のの下ではは性性カップルに婚姻の性質を認めることは 想定されておりません同性婚制度の導入の是非は、わが国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。他方、国政調査は全国一律の客観的な基準で行う必要があり、婚姻関係についても、わが国の法制度にのっとった定義で破壊することとしております。したがって 特性調査において同性カップルに関する調査項目を設けることについては法制度が整備された後に検討していくべき課題であると考えます多様な性の在り方の学習についてお尋ねがありました当事者の子どもたちが学校で不安や悩みを抱えないよう学校の先生が留意すべき点について 研修などの機会を通じて理解していただくとともに、子どもたちの人権尊重の意識を高めるための教育も行っています。引き続きこうした取り組みをしっかりと促していきたいと思います。外国人労働者や留学生等に対する今後の方針についてお尋ねがありました。我が国における受け入れた外国人労働者や留学生などの方の中には、 新型コロナウイルス感染症の影響により、離職した方や、生計維持が困難となっている方もおられると承知しています。政府としては、在留期間の延長、雇用維持支援、相談窓口の体制強化、また外国人留学生に対する奨学金等による支援を行うとともに、日本人の方と同様に、 セーフティネットとしての再就職支援や、緊急小口資金等の特別貸付などを実施しています。外国人の方を取り残すことなく、安心して生活をしていくことができるよう、必要な支援を着実に実施してまいります。アイヌの人々のご遺骨の研究料についてお尋ねがありました。政府としては、閣議決定に基づいて、 アイヌの人々のご遺骨の返還を進めるとともに、直ちに返還できない場合は、国の民族共生象徴空間の慰霊施設において、アイヌの人々の受け入れ体制が整うまで、適切な管理を行うこととしております。また、慰霊施設においては、管理するご,きつご遺骨を用いた調査、研究を行わないこととしており、 大学の保管するご遺骨についても国のガイドラインにおいてアイヌの人々の同意を得られないものは調査研究の対象としないことにしています今後ともアイヌの人々による尊厳ある異例の実現が図られるよう適切に対応してまいります戦没者の遺骨収集等についてお尋ねがありました個別案件の 一つ一つに直接指示はしておりませんが、ご遺骨の問題に対しては、遺骨収集の在り方を見直し、適切に対応するという、これまでの方針に基づき、厚生労働省において対応しています。また今年は、新型コロナウイルスの影響により、海外での遺骨収集や、異例巡配は行えておりませんが、 ご遺族のお気持ちを十分に組みながら各国における感染状況を考慮し安全な状態の中で速やかに再開できるよう引き続き努力をしてまいりますなお政府としてはこれまでも一般潜在者に対して一般の社会保障政策の充実など図る中でその福祉の向上に努めてきております国民の皆さんや国会議員の方々への 防衛省の対応についてお尋ねありました国民の皆さんや国会議員の方々に対して防衛省がきちんと説明責任を果たしていくことは重要でありますこのことに全くは変わりはありません人権救済制度についてお尋ねがありました人権救済制度のあり方についてはこれまでなされてきた 議論の状況も踏まえ、不断に検討しております。例えば、個人通報制度の導入については、人権諸条約に基づく委員会の見解に対し、どのように対応するかなど、我が国の使用制度や立法政策などに関わる論点があるため、各方面の意見なども踏,みつ踏まえつつ、真剣に検討しているところです。政府としては引き続き続誰一人 取り残されない社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁させます。はい。 赤羽国土交通大臣水岡修一議員から、中日本高速道路株式会社が発注した、橋梁の耐震補強工事についてお尋ねがございました。発注者である中日本高速道路株式会社より、国土交通省に対し、鉄筋コンクリートの一部にひび割れを確認したとの報告があり、現在、施工不良の有無について、同社が調査中でございます。 国土交通省といたしましては、この中日本高速道路株式会社における調査結果を踏まえ、適切に対応してまいります。以上でございます萩生田光一文部科学大臣 水岡議員にお答えいたします少人数学級の推進や、多様な子どもたちに対する教育についてお尋ねがありました。1人1台端末のもと、一人一人に応じた個別最適な学びを実現する必要があります。このため、現在、少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備など、新しい時代の学びの環境の姿について、教育再生実行会議において検討をしております。また ICT 活用の推進は 不登校児童・生徒や障害のある児童・生徒など、多様な児童・生徒の特性に応じた学習機会の充実にもつながるものです。文科省としては、誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を最大限引き出す教育を実現することが重要であると考えています。

沖縄防衛局の対応についてお尋ねがありましたご指摘の国会議員の方々の沖縄防衛局へのご訪問については、ご訪問について、えー、事前にご連絡をいただいていたものの、具体的な対応者の調整は、ご訪問の当日になったところであります。沖縄防衛局長については、当日は他の公務で外出する必要があったことから、出席することができず、 事業の内容に詳しい職員が対応させていただきました。当日の沖縄防衛局長の公務の詳細な内容については、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあることからお答えを差し控えますが、防衛省としては、沖縄防衛局も含め、ご訪問の、ご訪問時の対応にあたっては、事前に十分に、 連絡調整を行わせていただき、しっかりと説明責任を果たしていくことが大切であると考えております。